今回はオーベルチュールオーツの金分、オレンジさざ並みの割り出しを行います。メスが落ちた後もセットを保管していたものになります。オレンジさざ並みはこんな感じの、色柄で、上肢のオレンジ色とさざ並み模様が、特徴的です。前胸の黒い部分が狭いキルクネリタイプの、個体です。先日の動画で紹介したレモンベタと、比べると色柄の違いが、わかりやすいです。埋め込みマットベースの、混合マットをダイソー密閉容器に、入れたセットです。早速ひっくり返します。すでに大きくなった幼虫が、出てきました。どんどん回収していきます。産卵セットに使用した比較的低栄養なマットでも、幼虫がしなびないのが魅力的です。加湿には少々弱いですが、乾燥には強いです。プリンカップ等に放置してしまっても、砂のような状態にならなければ、乾燥状態でも生存している場合が、ほとんどです。今回は8頭の幼虫が、得られました。各ライン十分に幼虫が、得られているので羽化シーズンが、楽しみです。みんなも飼育してみてね。